はい、こんにちはベースボールパフォーマンスの前田です。えー、今日はですね、えー、BCS ベースボールパフォーマンス芦屋本店の指導スタジオからお届けしています。えー、今日の話題は、えー、ピッチングでの、えー、その上半身の回転についてですね、えー、よく、えー、体がですね、まあ、こっちの方にこう逃げているからダメだと。 解説者の方か、まあそれでダメだから、まっすぐ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 。っていうふうにしなさいっていうことが言われたりするわけですこれまっすぐ保って、これがこういうふうに。逃げてしまったらダメだっていうようなことを言います。でも、実際の投球を見ると、ほとんどの選手がこう,こうなって傾いてですね。こういう感じになるんじゃないですか。だから、まあどう考えても、こうなる方が正しいわけですよ。まあ、そのことについてですね。一体どういうことなのかっていうことですね。これ。 いい傾きと悪い傾き実際存在します。まあその辺のあたりのことをお話したいと思います。<music> で、そのまっすぐでまっすぐで、えー、なりましょうっていうことですね。まあこれ話にならないです。えー、言ってしまえばもう物見たらわかる話なので、ちゃんと動き見とけよっていう話なんですよ。これ解説者ですっても全くそうです。話にならないです。で、えー、じゃあ。 どういういことかって言ってた時にこうやってこっちの方がリードしていってそれでこうやってこれ一直線のものですねをリードしていってでスパンときたらですねそしたらまあ当然傾くわけですオーバースローだったらですねサイドスローだったらそうはならないですよとこってこっちリードしていってもこうなってくるのですねそんな傾かないですけどこれこういうふうに傾いてくるわけですよ。ででも解説者は確かに。 まっすぐって言ってそれ自体は話にならないですけども、まあ、ある人ですね。なんないですけどもだけど、えー、確かに感覚としてそれダメだよっていうのは存在すするんですよそのことも分かっているんですよそういう方は。っていうとそのやっぱり悪いものも知っていてそのいいものっていうところのそこのこうまい区別がつかないと全部整理して説明しきらないわけですね。 なので確かにこっちに力が向かうのは良くないじゃないですかだから、えー、まあそういう意味でじゃあ何が思っていいのかっていうのをただうまく説明できてないだけなんですねこれですねこういうことです私がやっている動きこうやってこう来ていっていう動きですねこれこの動きはこの方がフーッとリードしていったらこっちの方が投げる方向に 直進してるんですギュッとっときてポンッと来てだから腕の力はこの方向に腕を振ることができてるんですねエネルギーが全部キャッチャーの方に向かう、向かわせることができてるわけですよところが今私これができるのはここから上溝内から上そこがよく動くからですそこがこうやってキュっと動いてそこが動くからそれができるんですけど動かないけど 手ででで投げないで体で引っ張るです、ね、動かないから手で投げるっていう人もいれば動かないけど体でなんとかグッと引っ張ってこようとする人もいるわけですよ。そうするとこれなんかもやっぱり小学生とか中学生とか多いですけどもやっぱりここは動かない動かない場合にこうなるっていうことですね。結構いますよねこういうの。つまり今やったのは さっきの私がこう来てこの方が直進してこの方向に力がで向かうのに対して今やったのはこっちですねこう体がこっちにいってるわけですでそれなのに腕はこっちっていうことですねそうすると一応腕を体で引っ張っていってるけども引っ張ってる方向が体はこっち腕はこっちになってくるのでえもう力がバランバランになってくるってことですねえこれではダメですよっていうそういうことですよ そうすると速度的にも胴体が前に進んでこの肩がしっかりまっすぐ進んでそれで腕も振っていければ腕の振りの速さは当然速くなりますそして投げたい方向はこっちですからそこの方向に力を向かわせるっていうとコントロールも当然良くなりますなので胴体がこっちでいったらコントロール悪いですよですねボールのスピードも損していますエネルギーロスしていますよということになりますからだから、えー、まあ、解説者としてはですねこっちに 体が逃げるようではダメだよよといいうそういううそことを言うわけですよだからえそ,その何か,、えー、かおかしいよねっていうのあるじゃないですかこうきてこっち傾いてるのがいいのは分かってるけど同じように傾いてるこう来てるだけどちょっと違うこれいい動きとちょっと違うっていったら何なのって言った時にその力の方向がこっちに投げる方向になってないっていうことです。このこ,こがこう直進する っていう形になってなくてってててななくいいうそういうそことですねなので、まあ、そういう視点でですね実際こういう選手いっぱいいると思うので、えー、まあこれこうなってるのかってことですねこここが動いいててないってことですで、えー、胴体全体骨盤からもうその上全体でこういってるっていうそういうことなのでこの動きが動くようにしていってっていうことを作っていく必要があるっていうそういうことですね。えー、一度、まあ、そういうい目で、えー 自分の息子さんであるとかですね、チームの選手であるとか、えー、観察してみてください,、はい。今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。